キコーナチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、コーデー好きです。ついに始まりましたコーデー好きのサンキューチャレンジ。はい、この番組は私コーデー好きとゲストの方をお迎えしてミッションにチャレンジしていくという番組でございます。見事3回クリアすると番組オリジナルグッズを皆様にプレゼントできるそうなので、頑張らせていただきたいと思います。ということで、栄えある第1回目のゲスト紹介したいと思います。こちらの方です。はい、どうもまゆみです。皆さんこんにちは。こんにちは。要はあの新鮮味がないいつもの朝だった。いつものおはようだった。本当に今日はいますの。最近のよろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。今日は、はい、コーナー小田原大木町店さんにお世話になりたいと思います。ミッションなんですけど、はい、引きは強いですか？引きはどっかなどっかな、割と弱くない方と思う。ああ、まあ、うん、確かに、うん、割と助けられてるかな。ね、うんうんうん、多分大丈夫だと思うけど何ミッションもう決まってるの？あ、ミッション決まってます、うん、ミッションなんですけど、うん、2人で39回の大当たりを目指します。2人で39回、はい、さあ考えよう考えよう。え、いけんじゃんでもサクッとおー、うん、なんかクリアを目指すんだったら1個、いい、え、パチンコでいい？パチンコもスロットも大丈夫です。たらちょっとあんま自信ないけど、うん、大工の源さん伊田って、まあ、そうなるよね。かな、あれ1回でクリアできちゃう可能性あるから。あ、まあ確かに、まあ、正直ね、そんな普段打ち込んでない、うん、でもいいんですか？ズルじゃないですか？いや、ズルじゃないよだってミッションクリアするのが目的でしょ。あ、まあ確かに、うん、そっか。じゃあちょっと最初に残念なお知らせしていい？何ですか？私8スルーしてます今。うん、あ、じゃあ次いける8スルー、どっちの8スルー？あの初当たりの、初当たり取れてない8スルーをもうしてて1年ぐらい打ってない今、うん、怖くて触れないもん。溜まってる。まずほら約 60% あるからラッシュね、ね、したらほら2分1を4回やってるだけだから 4回チャンスあるから。それをもう8スルーしてるよ私。じゃあ今日払拭しようよそれを。分かったね、その自分で意識ついてるだろうから、うん、お世話になると思うわ。うん、ね、お世話されます、はい、されますということで、はい、早速実践の方いきたいと思います。ではいきますか。はい、リハビリ、まあ、いろんな意味でね、怖いじゃあ怖い、当たればいいね、どっちかラッシュ入れたいなっていうところ、はい、そうっすね、まあ、約2分の1引き続けるだけの簡単なお仕事ですよ。時短3回プラス時短保留1回で2分の1当て続ける。はい、驚異の約93パーの継続率っていうね。さすが 93% いいよねっていうよりは、え、93% だったんって思ったことのが多い気がする私すごいスタートから不安だな。本当苦手ないよな。でも言うて私も最高連チャン数24とかそんなもん。それ何玉ぐらい？ね、いや1万、あ、そんぐらいだよね。私も1万が最高なんだよ、うん、なんかその上を超えたことはない。そうそう、他の人ではよう見るんだけどね。なんで自分の台で打てないの？なんか何もなくても親って感じですぐ当たるイメージもある。そう、なんかわかんない、その時気づかない法則があったのかもしれないけどなんかこれも出て長いけどさ、うん、最初、まあ、今もそうだけど、まあ、全部覚えきれんやん。覚えきれない。でもまあね、ほんと知れば知るほど個人で楽しめるっていう気持ちはとてもよくわかる、ね、ただもうね、細かい、これが来たらもうバトル後半の、こう、これが来たらロングリーチ以上 HP とかどうのこうのっていうのが多すぎて、私のキャパではもう、私もね、うん、全部は覚えてないな。全部覚えられないよね。ちなみに一番苦手な教科社会ですから暗記物は一切。あ、わかるね、我ら基本エンジョイ勢だからねそう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 コーナーチャンネルさん初めてだから、はい、自己紹介しますか？あ、そうですね、私高田ゆずき24歳です。G カップ、身長170センチ、
すごいびっくりする。息するように嘘をつく女、東大好き。びっくりした。やってます。ナイスバディが売りです。ありがとうございます。まず、いや、年齢がいいよ、置いとくよ。まず、G カップってさ、誰が見てもバレるような。A、B、C、D、E、F、G、7個目だった。超適当に言ってる。まずい。C は言い過ぎだ。D ぐらいにしとけばよかった。そうね、ちょっとだから謙虚さがない。そうそうだね、そうだね。ちょっと良くなかったな。あ、どうぞ自己紹介。どうも、あいみです。ビューティフルの B カップ。絞り出したね。なんか昔勤めたキャバクラでめっちゃみんな言ってた。へえ。あの年齢は皆さんの好きなように。新しい。お任せします。なるほど。うん。もう好きなように。その手があったね。あと何ですかね。あと何だろう。まあお互いこの歴8年目。そうね。DMM パチタウンができた時か。うん。だからゆずきの方が私より先輩。うん。私だって入るときなかったもん。そうだよね。存在すらしてないもののオーディションを受けるっていう。それもすごいよな。先にオーディションやっちゃうスタイルだったのね。そうそうそう、こういうのができます、うんうん、専属やりませんかみたいな感じだった、うんうんうん、でも最初私イメージと違ってさ、もっとこうデータ取りとか裏方を先にするかと思ってて、全然なんか裏の仕事ないじゃんとか思って、初っ端からまあありがたく表に出させてもらったって感じだと。でなぜか今データ取りとかしてるあれ逆だな、私。普通逆じゃないだろ。私なんかタレント募集みたいな、うんうん、専属タレント募集でももう表に出しますみたいな感じだったけど、最初やっぱ仕事がないから、うん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 、ガールやってたよね、うん、だから当時ガールだね。そうそうそう、今エンジェルスだけど、うん、3年ぐらい経ってやっとかな。長い長いな。東田ゆずきっていう名前を出してもらい始めた、うんうん、でも大工の源さんって言ったら、ゆずき世代なんかな。あのスーパーファミコンでゲームがあったの、私小学校2年生くらいの時かな。もう横スクロールのもう源さんがでかいこのトンカチこう振り回して、知らない知らない。私あのおじさんのあれで、うん、プレステでやってたよ源さん初代。あ、プレステ、パチンコだけど。あ、はいはいはい、あのガチのシミュレーターみたいなやつ、ね、いやもし多分ダウンロードできないかな、ちょっとやってみてほしいんだよね。すげえ私ハマってたんだけど、ストーリー一切覚えてないすごい、逆にパチンコ以外のゲンさん見たことない。マジで。そうパチンコ、そうだよね。その頃私もせっちゃんがお母さんがよくハマってたから、あ、だからその3回権利ものっていうの、そうね、当時は理解できてなかったけど、とりあえず奇数で揃えばいいんでしょって、そうそうそう、あと2回組んだよねとかって言ってたら、せっちゃんにあんたは物覚えがいいわねめっちゃ褒められた。その頃からセンスあったのあの、おそらく教育受けてたあれパチンコで初めて打った機種って覚えてる？パチンコはね、多分刑事かな。あ、刑事なんだ。雲かな、雲の彼方に。私初打ちのパチンコはもう王道の海です。あー、わかりやすい。わかりやすい。ただもうイメージが、その昔のが源さんのイメージのままできたから、え、2回当たらんやんなった。特殊すぎる。そう、歴史知らないじゃん。それが王道と思ってないもんね。そうそうそう、源さんがベースだと思っちゃってるってこともね。それだけ覚えて大人になっちゃったからあれ奇数だけどみたいな、次グース引いたら終わっちゃったみたいな。へえー、なるほど。っていうのですごいカルチャーショック受けたマジで。
私はもうホール店員で働いてて、でそのお客さんに目押しを頼まれた時に毎回呼んでたんですよ、社員さんを。で社員さんが汗だくになって走ってくるのを見て申し訳ねえなと思って覚えようって思った時に、その当時の彼氏に、でスロットってできるみたいなの教えてほしいんだけどって言ったら、もうガチガチのスロッターだったの、うん、それまで知らなかったの？知らなかった、隠してたの。すごいね。だから大学行ってるって言ってスロット行ってたの、うん、あ、でもタイミングとかちょうど良かったは良かったね。そう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 、だからもうそこで英才教育を受け、うんうん、でその働いたホールもめちゃくちゃ親切に教えてくれちゃうもんだから楽しくなっちゃって、うんうんうん、覚えたかな。ほんや、ほんや、一目もりょうだは読めるんだね。うん、言ってくれるから。あの解析のあのあれだけってバッと来られると、うん、うん、なんちゃらかんちゃら言ってくれる。でもこれさ、すんなりじゃあよ、まい、あのタラレバで、うん、もうわーって当たっちゃいました、はい、どっちかわーって行っちゃいました、はい、午前中でミッション達成しました。おう、どうする、そんな趣味打ち、趣味打ちしてもいい、うん、だってせっかく来たから帰りたくはないじゃん。まあそう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 、39回だもんな。39回よ。まあでも1回でいける可能性はある。そうだよね、うん、そう考えるとやっぱゲンさん打つべきだよね。そのミッションのことを考える。そうだよね、多分。でもそのノリに乗れば30分ぐらいでいける39回確かに、うん、大体。いやでも当たらないまであるよ。そうなんだよね。フリーズ今引けないとして319じゃない、うん、はい、で 60% でしょ、はい、入らないあるよ。 40% って不思議と引けちゃうからね。そうそう、やっぱ2人で、うん、まあ2回とかそしたらどうしよう。当たり2回来週3週して帰るすいませんでした。でもさ、3枚入れてさ、はい、2プッシュぐらいで当たったら得した気分だな。あ、まだ2万1000円じゃんみたいな。わかる、うん、お財布からは3万出てるけど。そうね、2万1000円で当たったじゃん、ね、8000円買った気分になっちゃうもん。この瞬間も1万円使った気持ちだもん、ね、そう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 、わかる。あー、あと、うん、養分の考え、うん、危ない、うん、危ないもうスルーどころか当たらない気すらしてきたもん。やだ、怖い、ごめん、いたてって言ってごめんでも大当たりの回数、そうなんだよな、大当たりの回数だとこうなっちゃうから、もっとレパートリー持っとけばよかった。数曲か2人でしれっとライト行ったらバレないんじゃね。あ、いや筐体の色、いやバレないバレない、大丈夫大丈夫マジで。ちょっと濃いめにエフェクトかけてもらえば大丈夫。塗る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 、マジ強いなそれかもうキューって寄ってもらったよ。あ、盤面だけにしてもらってはい、モッキーライトって書いてあるんだよねまあでもミッションのこと考えたらもうゆくゆくそれあり。そうね、ありでしょ、うん、だってミッション達成あれしないと視聴者の方にもそうよいいことないわけ。そうよ、 OK。 なんか前半でサクッとミッションクリアしたらっていうのは本当無駄な心配だったわまだわかんないよ。そうな、まだわかんない。そうなんだ、当たったら一発だよ。みんなどうやって当ててるんだろうね。うん、いや当てたことはあるよ私たち
ゆずきもな、当てたことは、うん、ある何年前、1年前大輝くんの元気さん、あ、ファンナステージマジで何色何色何色、あ、ゼロか、今日1来たか、はい、大当たりだよ、いいですか、ドックンで当てちゃって、うん、ありがとうございます、うん、520、530回かな、いや、びっくり、はい、あんなかい、ありがとうございます、うん、やっとー、やー、3枚目だっけ、3枚目だよ、20うん、マジか、ありがとうございます、何しれっと、しかもスルーじゃなかった、8スルーで止まりました、私の記録は、わお、最初大事、最初、そうなの、いやいや、うん、いいね、ピラピラ、あら、いやー、454点取ってんな、ちゃんと、かわれ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 かわって変わらない、え、やばくない、まだわかんない、まだわかんない、ボタン変えません、6回マジか、6回待って、6回じゃ普通に海とかでもいけるんじゃないそうね、終わった時の頃も余韻残さないあっさり感よな、なあ、大丈夫、ここから降格だから、あ、100回転降格だから、そうね、うん、なんか確かにそういう体多い、ダッシュ抜け後の100回は降格です、あと33回必要ってこと、はい、お願いします、わお、ミヤのターンです、まず1回もすごい壁を感じてるのに、ミヤのターンです、わお、私のターン、リーチもかからずターンエンド、おい早い終わらせないよ、おお、うん、よーし、よー、来るわ、プラスではない、当たったかな、おめでとう、ありがとう、628回、おめでとう、言ったな、いや、ダメ大丈夫、大丈夫、ダメダメダメ、大丈夫、
行くぞ。いやー、行けるよー。大丈夫。はい、大丈夫。絶対ダメ。なんかあってない。わおっつ、もう一回、おっつ、25%、私それ当たった、見てた、おっ、のぼった、ないな、カナちゃん遅そう、チェンジしなくてよかった。あ、え、ちょっと、え、ちょっと、685、やばい、33本、結構レアな当たり方した。ロングリーチで当たるんだね。ね、さあ、へー、私これ手ご覚えてないからすごい楽しんじゃう。あ、どっち、いや、バトルコッチで、あ、32か、32、うん、それ入れて32。あ、そっか、え、あ、今1回、6足す、そう、今7回当たってる。 OK、 飛ばしてください。戦隊、戦隊だからな、はい、だからね、この途中の数字は覚えてません。あ、あ、おー、トイン来た、はい、238、はい、84、確か、あ、そうです、弾抜け言われた、28、あれ、はい、おしおしおし、もしかしたら、残り何体のあれ、ラッシュ濃厚の数字絡んでたかもしれない。やった、あ、こっちだったカメラ、キラいただきました、頑張るよ、はい、わー、黄色、違和感、あー、よし、あー、挑戦いただいた、あー、おー、なんかね、打ちっぱってちょっとね、怖い、あー、ちょっと待って待って、え、その間が、あれじゃない、長い糸みたいなやつが、あ、そうそうそう、この辺で、この辺で、でもちょっとギリギリで、あー、当たった、よかった、で、赤まで行く、はい、どうも、あんまりファイナルジャッジまでもつれ込みたくないのが本音だよね、みんなそうだけど、ありがとうございます、おー、おー、うまい、あー、あー、おー、ビロビロ、おー、ありがとうございます、アダッツ、おー、オッケー、あー、あー、おー、おー、綺麗、はい、
えいえい、ホタテのレバー出ない。あ、レインボー、レインボー、あねえ、待って待って待って、カウントダウンは早いから。え、普通に考えてカウントダウンするの。いやいやいや、スルー選手早いもんだって。2桁あったらまだしなくない？あと14、あー体力、あと13。やっぱ言い出しっぺが責任持たないと。そう、そりゃそうなんだけど。あ、やばい、あと1回。あ、待って、あと12回。え、ちょっと待って、いや、いけて、いや、まださっきのパターンある。レバーっぽい、レバー、へい、ナイス。でもまだ次60、うん、ボタン煽りっぽい。あ、あ、古代ライフの連鎖、ハンドル、あと12、あと12、あと13回で、13回ライトぐらいでね。さすがに今からミドルいったらバカだから。うん、それはね、さすがにバカバッカバッカ、ちょっと見てくる、見よっかね。さあさあさあ、あ、海、海、海あるよ、ね、海だったらブラックがいいの。何しようかな。あ、これもそうだ、桜あり、打ったことないけど海にしよう。はい、ちょっと癒されようよということで、海に移動してまいりました。はい、めっちゃね、テンションがね、違うんだよな。あ、CR スーパーアニメ物語 in 沖縄4桜バージョン199バーでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。大当たり確率が199分の1、はい、 ST 突入率は 100%、 はい、33回の ST と67回の時短なんで、全サポが100回、はい、ございますと。はぁ、癒されるぜ、ね。あと、なんとかして13回当てようってことで、あ、そうそうそう、ライトミドルの方に移動してきました、はい、継続は桜なりっつってね、継続率で言ったら桜ですわ。おう、あ、私がもうちょっと頑張れてて、ゆずきももうちょっと頑張れてた。いや、みーやがもうちょっと頑張ってくれればよかったと思うよ。待って、え、あ、私こっち頑張るから。あ、はい、あ、こっちは任せてよ。お願いします。あ、わー、はい、はい、癒やさった。あいだね、はい、次ねえ、待って、え、さっきと同じ人私さ、山梨生まれだからさ、うんうん、海ないんだよ。あ、海なし県なんだけどさ。そうだ、鹿児島生まれの人って海行くの？海行くよ、海行く、毎年？毎年っていうか、もううちはもう歩いてすぐに海岸があるから、犬の散歩で毎日行ってた。おしゃれ、うん、めっちゃ汚いけどね。やば、うちだって田んぼしかないよ。え、じゃあ夏どうすんの？え、バカにしたい。今プールあるから。プール、うん、プールあるから。え、じゃあどっかわざわざ海見に行くとかさ。静岡かな。あ、静岡まで2-3時間ぐらいかけて行くか。あ、でもそこまでとか。そう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 、でもそれならサマーランドとか行った方が、うんうんうん、距離的には変わんないかな。あ、なるほどね。お、嘘、オレンちゃん来たよ。シグマメ止まったってこと？見てなかった。あるよ、50回ぐらいあるんじゃないですか。うわ、いただいた、ナイス、あざーい、ナイス、ナイス、
ナイスナイス、やったー、いいな、いいな。20回だったんだもんね、向こうで。はい、20回。私、覚えてないな。辛いことすぐ忘れる。まあ、それは、大事、生きていく上でパチンコ以外の辛いこと全然忘れられない。パチンコのことだわ、ね、おいいきなり矛盾してるけど、お姉さん。パチンコ大丈夫、私よりバカなんじゃないかな、この人はい、時短。時短で当てるもん。全然当たるよ。海のなんか時短って当たるよ、ね、当たる当たる。次回してよ。はいあれ、私だって頑張ってるんだからちゃんとして君はえ、ただただ純粋に楽しんでらっしゃるように思えてしますけども、パチンコなんて当たんなくても楽しいのよあー、残り1回で終わっちゃったあー、あっさり。なんだなんだ、ちょっと下手くそだった。なんだの、はい、あさり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 。どれやりたい？一番左ツインテールするわ
待って、はい、クラゲだ、クラゲ、ミッション、ちょっとこんなに頑張ってないんだから応援ぐらい頑張れ、ね、本当だよね何してんだろう私パチンコついちゃう、終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや疲れたね本当に。疲れたの。本当疲れた。途中疲れてるのは分かったんだけど、うん、なんか最後の最後もちょっとネジ吹っ飛んで、楽しんでなかった。私海打つとあんな感じ。本当にめっちゃ楽しかった。楽しかった。でも今回まず投資から終始、あ、私からいきます。私あの終始あのマイナス1万発です。ありがとうございました。さよなら。まだ終わんないじゃん。そう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 、大事なのは違うがミッションだから。そうそうそう、まあ、私の方はもう、8250発投資の回数1万3321発でプラス5071発お持ち帰りしたことで、なんか最後のね海様様でございましたけど、いや本当に、まあ、私が選んだからね。そうだね、ありがとう、そうそうそう、コーデー好きの隣は出るぜ、うん、あ本当にかもしれない、どっちもそうじゃん、座れてるねそういうことか、いや、うん、とんでもない、だって今日はゲストを上げてくれる、そう立てる、ね、そう私は MC だからゲストを立てるっていうのは役割だから、うん、でも立てすぎてもちょっと今日のはちょっと困ったけどね結果どうですか、結果ですか、39回の大当たりを目指しておりました、はい、2人合わせて、うん、33回です、あ、36回、あと3回足りなかった、36回、お前何してたんだよ、6回当たってよ私、それは見てた、その後6回当たった、私でも今こうここを4ヶ月こうマジで、うん、何とも思ってない、当たってよかったみたいなそこなの、そうそうそう、責められないじゃない、そんなこと聞いたら、当たってよかったなって思ってる、無理しちゃってね、じゃしょうがないわ、ちょっとそれは許すわ、ちょっとなんか、うん、ごめん、ちょっと今、うん、今そういう闇闇か、うん、抜けるの待っていただきたい、はい、うん、抜けるの、次もしまたゲストで来る時には抜けててくれることを願って、うん、そうだね、うんうんうんということで初回ミッション達成ならずでしたが、はい、最後までご覧いただいた皆様に番組からお知らせでございます、はい、抽選で3名様にこちらゆずき T シャツをプレゼントしたいと思います、私も配信とかでねよく着てる、うん、めっちゃ使ってるんですけど、かわいい、これちゃんと新品をねお渡ししますんで概要欄に詳細ございます、ぜひそちらをチェックして応募してみてください、また次回誰がゲストかも楽しみにしていただきつつ、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました。